川崎駅で東海道線の撮影をしていた時に、京浜東北線ホームから次の電車をご利用くださいとの声が聞こえたので、京浜東北線も撮影してみることにしました。こちらは8時17分発の南浦和行きです。蒲田駅の回を見ている方はお分かりかと思いますが、この時間帯が京浜東北線のピークと考えられます。しかし、なぜか京浜東北線は、あまり、向上車率ではありません。でももう少し観察を続けてみましょう。こちらは8時20分発の大宮行きです。こちらもなぜかあまり混んでいません。やはり多くの学生が春休みに入ったことが大きいのではないのでしょうか。あるいはこの間見た蒲田駅がかなり乗客の乗る駅とも考えることができます。話は変わりますが、京浜東北線は東海道線とは違い、すぐに発車してくれるところがとてもいいですね。編集が楽です。続きまして、こちらは8時24分発の南浦和行きです。この電車はかなり空いていて、座席も空いていました。なのでお隣鶴見駅からの始発列車かと思って始発駅を調べたところ、磯子始発でした。なのにこんなに空いているなんて不思議でたまりません。ただドア付近を見てみると、やはり人がいっぱいいます。続きまして、こちらは本日最後のご紹介となります。8時26分発の大宮行きです。先ほどの南浦和行き発車から2分しか経っていないということもあり、車内はかなりガラガラとなっています。今回の動画は以上となります。ご指摘などはコメント欄でしていただけますと幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。